弦楽器の物理。47。楽器用木材。ローズウッド。3。ローズウッド19種ブラッドウッドを張ったメープルネックの合成とサステイン。フレットボードを貼ったネックの弾性率計算。弾性率は、硬さ、高度ではなく、材料の変形のしにくさを表す指標です。 弾性率が高いほど変形しにくい材料と言えます。斧による1993年の論文に従い、ネックの弾性率 EN、厚み、DN、4番 EF、厚み、DF からフレットボードを貼ったネックの弾性率を計算しました。ギターのネックを想定し、厚み15ミリのメープルネックにローズウッドでできたフレットボード、 厚み5.5ミリを貼った場合、ネック全体の断成率がどうなるかを計算した結果です。一番下に、指板のないメープル単独の断成率を示しています。図の中に示した赤い線よりも右側にある指板材では、指板を貼ることによってネックの断成率が増大するという結果が得られました。断成率が増大する木材は、増大の度合いが大きい方から順に、 コンディラスローズウッド。ローズウッドではありませんが、ブラッドウッド。ココボロ。アフリカンローズウッド。パタゴニアンローズウッド。アフリカンブラックウッド。シスー。パウローザ。ベトナムローズウッド。カリビアンローズウッド。ブラジリアンローズウッド。ボルネオローズウッドになります。これら。 ローズウッドの外観、他の物性値については弦楽器の物理45、46をご覧ください。この図は先ほどの結果を断性率の増減量で見たグラフです。黒色が断性率が増大した木材、赤色が減少した木材です。断性率が増大した木材は先ほど説明した通りです。 ここでは、断性率が減少した木材に注目します。具体的な木材は、減少が大きい方から順に、ユカタンローズウッド、ボアデロゼ、パウフェロ、ブルミーゼローズウッド、インディアンローズウッド、マダガスカルローズウッド、メキシカンローズウッド、アマゾンローズウッドです。以前の記憶では、あるメーカーが、パウフェロは非常に硬く、デッドポイントも消し去ると宣伝していた木材です。 その影響で、私もそう信じていましたが、それほどの木材ではないことがわかります。そもそも、硬いからデッドポイントがなくなるわけではないので、メーカーもいい加減なことは言わない方が良いと思います。次に、フレットボードを貼ったネックについて、音の減衰に関係する指標である、エネルギー損失計算を行いました。計算式は図に示した通りです。 こちらも、小のの論文を参考にしました。用いた数値は、ネックの断性率、EN、厚み、DN、損失係数、タンジェントデルタ N、指板の断性率、e、EF、厚み、DF、損失係数、タンジェントデルタ FB です。すべての計算結果を図示したものが、この図です。横軸が四番材の弾性率、単位はギガパスカル。 縦軸が指板を張ったネックの損失係数、タンジェントデルタを示しています。両者には相関が見られ、相関係数は0.85です。弾性率の高い木材を指板材に使用した方が、音の損失が小さくなる、つまり、音の減衰が遅くなる傾向が確認できます。次に、実際に各種木材に対する計算結果を確認します。 横軸は、板を張った後の損失係数が、板を張る前の何倍になったかを示しています。値が小さい方が音の減衰が遅いことを示します。指板を張ったことによって、音の減衰が遅くなる木材は、損失が小さい方から順に、ブラッドウッド。ホンジュラスローズウッド。アフリカンローズウッド。パウローザ。ココボロ。 カリビアンローズウッド、ブラジリアンローズウッドなどです。逆に、これら木材の中で相対的に損失が大きい木材は、ユカタンローズウッド、ブルミーゼローズウッド、アマゾンローズウッド、ボアデロゼ、マダガスカルローズウッド、インディアンローズウッド、となりました。前回、 前々回では取り上げなかったブラッドウッドについて簡単に説明します。色はローズウッドのような木材ですが、ローズウッドには分類されない木材です。これは学名を見ればわかります。ローズウッドはダルベルギア種で、ブラッドウッドはブロシマム種と種が異なっています。今回、物性値が見つかったので、比較のため、新たに加えてみました。この木は南米原産で、 樹液が真っ赤なため、ブラッドオッドと呼ばれています。今回、ギターの指板用に加工されたローズウッドの価格を調べてみました。2022年の価格ですが、インディアンローズウッドが2400円、マダガスカルローズウッドが6300円、パウフェロが1600円、カリビアンローズウッドが1900円、 ココボロが2400円でした。ココボロはネックの合成が高くなり、音の減衰も抑えられる材料で、なおかつ、高価ではないので、これら木材の中に限定すれば、良い材料と言えます。まとめ。ネックの合成を上げたい場合、以下の木材が適していると考えられます。ホンデュラスローズウッド。ブラッドウッド。ココボロ。 アフリカンローズウッドパタゴニアンローズウッドアフリカンブラックウッド指数音の減衰を抑えたい場合には以下の木材が適していると考えられますブラッドウッドホンデュラスローズウッドアフリカンローズウッドパウローザココボロカリビアンローズウッドブラジリアンローズウッド